あー疲れた。バーン、えい、そんでもって、はい、今からこちら全部開封していこうかなと思います。さあ、ということで眠い目をこすりながらやっていこうかなと思います。いや、来ましたね、再販ということで久々に結構買ったな。っていうのもね、何店舗回ったんだろう、相当回ったんですけど、まあそれでもですね、成果としてはこんな感じでございますね。まあパック券をかき集めてこんな感じになりました。で、この空き箱に関してはですね、あの、手にくださいっつってもらいましたけども、まあ、別にもらったから使い道ないんですけどね、まあ、一応ちょっと動画用としてこんな感じで、いただきましたということで、じゃあ開けていきましょう。はい、でとりあえずおまけでですね、売ってるとは思わなかったんですけども、フュージョンワールドのね、劣化の時も売ってたんで、これも開けていこうかなと思います。じゃあまずはあのフュージョンワールドからいきましょうかね。その後に、151行こうかなと思います。で、151に関しては一応何パックだったっけな、あんま数えてないけど、で多分3箱分ぐらいは多分集まったんじゃないのかなとは思うんですけどもね、頑張って買ってきましたよ。いや、なんかやることなさすぎてさ、ちょうどさ、なんかその151の再販でお話聞いたんで、暇だからちょっと行ってみるかっつってね、暇つぶしのつもりがね、結構ガチになってしまったっていう結果ではありますけれどもね。あ、そうだった、シリアルが乗っかってるのか。この辺をちょっとうまくですね、あれでもさ、再販の時はさ、これ裏返しだったんだけどね、これは何なんだろうな。まあいいや、ということで、まあいいや、劣化の陶器に関しては、狙いに関してはですね、あれなんだよな、まあ、ディーパラかな、ディーパラか、あとは、あの、墨絵のやつ、なんだっけ、あれ、スペシャルカードじゃなくて、あれ、未だにまだ拝めてないんだよな。あとは、まあ、この間ですね、この間つっても前回動画でやった時に、あの、シークレットの方のベジット出ちゃったんで、まあ、ベジットはもういいかな。あ、なんか、これでも SR かな。ちょっと SR 臭い感じもしますけれども、まあ、せっかくだからちょっとリーダー引きたいかな。リーダーがちょっと拝みたいところ。あとは何だろうな、欲しいカード。お、ビーデルさんでございますね。いいね。さあ、ということで、この辺で SR の方が来るんじゃないですか。はい、ということで、トランクス未来でございます。あ、で、これ、パック数数えてなかったけど、どれくらいあったかな？でも多分、1ボックス弱ぐらいはあると思うんで、どうだろうね、ワンチャン出るかな？今思ったけど。ワンチャン抜かれてたら嫌なんですけれども、あー、どうだろう。これなんか怪しいな。これ、あー、なんかこれ、SR じゃなくて、これ、パラじゃないですか？これ。これはなんだろう。これはちょっと、どうしようかな。まあいいか、もう見ちゃうか、せっかくだからね。せーの、あ、ケフラか。あ、しかもこれ SR だ、これパラレルじゃないね。前回も出たケフラ結構強いんですよね。あの、プレイやらないんですけど、やらないけど結構強いっていうのをね、お話しいただいて、ブルマの SR でございます。はい、これさ、ブルマのさ、あの、なんだっけ、あの、無印バージョンとかのね、イラストだったらいいなーなんて思うんですけどね、あの頃のね、ブルマのビジュアル結構好きなんだよな。まあ、おいおいね、追加されるんじゃないのかな。てか、びっくりした。全部 SR なんだね、今のところ。これも SR 臭いな。ないか、さすがに。フリーザ。あれ、フリーザが言ったのは、地獄、天国？あれ、地獄だよな。まあいいや。そんなことはさておいて、そろそろ出てきますね。はい、ということで、ザマスでございます。あれ、まだだな。大丈夫かな？ちょっと怖くなってきたぞ。いやー、なんかせめてもしね、パラレルが出るんだったら、なんかリアクションに困るのはちょっと、って感じなんだよな。出るんだったら、せっかくだったらちょっと、どぎついのが来てほしいところだけれども、あー、ないかな。これはなさそうだね。はい、じゃあちょっとちゃちゃっと見ていきましょう。こっからね、151があるんでね。さあ、残り3パックでございます。これで出なかったらどうしよう。嘘。マジか。じゃあもうあれなのかな、抜かれちゃったのかな、もしかしたら。あ、いや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 、あるわ。あ、よかった。これなんだろう。これでもね、これスーパラじゃないんだよね。これスーパーパラレルじゃないと思うんだよな。これはもしかしたら、これもしかしたらの、あ、いや、これはリーダーじゃないな。なんだろうな。まあ、じゃあちょっとゆっくり見ていきましょうか。なんだろうな。デッカはね、まだ開けられてないからな、そこまでね。最近さ、あ、これフリーザじゃない？違うかな。最近覚醒の鼓動はね、めちゃくちゃね、買えるようになったからね。ガンガンちょっと開封動画やりたいところではありますけれども。はい、パラがつきましたね。あー、やっぱフリーザだ。あー、そっちか。てか、また SCR だ。前回も出たんですけどね。マジか。はい、ゴールデンフリーザでございます。ありがとうございます。
ということでもうないんじゃないですかね、さすがに。ああベジータか、ベジータのリーダー欲しかったな、パラレルの方で。はい、ということでよかった、出たわ。いやー、まあスミエはさすがに出ないよね。ドラゴンボール編はこれにて終了でございます。じゃあとりあえずちょっと一旦片付けてポケモン編に入ろうかなと思います。よし、じゃあお次はこちらでございます。151やっていこうかなと思います。まあこれが本命だからね、頼むぞ。じゃあちょっとガンガン上げていこうかなと思います。まあ途中でね、まあ途中でグダってね、しまった場合は早送りで、ガンガン飛ばしていこうかなと思います。あとはもうね内容次第だからな、頼むぞ。まあとりあえず狙いに関してはね、別に SR とかその辺は特にあれなんだよな。マスターボールのさ、ミラーの、違うな、あのピカチュウが欲しいんだよね。あとは AR の、カビゴンだね。その辺が欲しいから、あ、はい、今のところはなさそうですね。さあ、ということで、あ、いや、漏れたんだけど、早くもドードリオのマスターボール来ましたね。ありがとうございます。はい、丸マインで、はいはいはい、こんな感じでございますね。もうこの辺はもうガンガンちょっと飛ばしていきます。はい、リズムだったらゆっくり見てもよかったんですけど、こんなに数あるとさ、さすがにね、ちょっと一枚一枚ちょっと冴えてるとあれなんで。いやでもこんなに買えてちょっと幸せでございますよ。なかなか151買えなかったからね、このどれくらいの期間だか分かりませんけれども、まあようやくですね、まあローソンの方でね、もう爆量の方入ってたらしいんでね、おかげで自分もね、手に入りましたけども。シャワーズ、これマスターだったら最高だったね。え、これ何これ、こんなことあるんだね。並んでるんですけど、まあいいや。こういうこともあるんですね。さあ、ペルシアンはモンスターボール。うわ、ミュウツー、あ、そうだね。ミュウツーのさ、AR もまだね、持ってないんだよ。そう、まだ持ってないんで、その辺も、AR 系がなかなかね、ピカチュウはね、もう2枚出たんだよね。確か開封の時で出たんだよ。てか、前回もそうだった。あのね、確か箱開封の方ね、確か取ったんだけど、まだ上げてないんだよな。どっちが先になってるか分かんないですけども、ちょ開封動画が全然ね、ちょっと編集が間に合ってないっていうね、解明素敵ではありますけど、ピクシー、はい、あー、なんか SR 系は何にもなさそうだね。なんかかき集めてきたからさ、ワンチャンさ、なんか連チャンでマスターボールも来てもいいんじゃないのかななんて思ってはいましたけれども、まあさすがにそんなうまい話じゃないか。これ全然取れなかったんだけど、手際が悪いな、ちょっと。さあ、これはまあ違うな、これダブルレアでしょうね。ニドリーナ、かわいいね。ニドリーナ、すごくいいね。さあ、そんでもって、マスターはないかな？あー、トランセル、トランセルのマスターだったらちょっと熱いね。さあ、ということで、お、リザードン。そんでもって、リザードンでございます。もう、リザードンはもう持ってるね。そんでもって、そうだね。リザードンの SAR もね、ショートの方でまさかの神引きしちゃったからな。2パックで出るとは思わなかったからね。あれは確か、セブンだった気がするんだよな。セブンの、たまたま売ってたから買ってみたら、いや、まさかの出てくるっていうね、パターンだったんで、ちょっとドン引きしましたけども。さ、いや、ないね。マジか。ってなると、もうあれだね、もうマスターボールのもうミラーを狙うしかないね。あー、でもなさそうだな。おー、ゴーリキーか。でもまあ持ってないからいいよ。全然いいよ。そういえばまだ持ってなかったわ。そんでもってまだあるか？あ、来た！コダック！お、コダックだ！あー、めっちゃ欲しかった、コダック。いやー、この癒されるよね、この顔。いやー、来たわ。はい、マスターボール2枚目来ましたね。そんでもってルージュラ来た。これも持ってない、まだ。いいぞいいぞいいぞ、なんか波が来てるぞ。いいぞいいぞいいぞ、まだ残りまだまだあるからね。そのうちに、いやー、もう数枚来てくれたら熱いんだけどな。そんでもって SR とかはもうなんかなさそうなので、その辺はもう期待しないでやっていきましょうか。多分もうないんじゃないのかな、抜かれてんのかな、知らんけれども、なんかなさそうだよね。ほら、ない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 。はい、そんでもって、あ、ガルーラ、ガルーラの EX 多分持ってないな。よし、 OK。 さあ、まだまだやっていきましょう。これ何パックあるんだろう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11パック。まあこれもな、かき集めたやつだから多分偏りが絶対あると思うんだよな。なので、まあ SR はないか、さすがに。もう全部ミラーかけだね、うん、これはワンチャン。あ、ポリゴンだ、いいね。マスターが欲しかった感はありますけれども、さあ、サイフォンでルージュラ、もういいよ。もうルージュラはもうさっき出たからいいよ。そんでもってディグダ、あー、かわいい。ディグダのマスターもいいな。ちょっと来てほしい感はありますけどもね。いや、でも早くも2枚出るとは思わなかったな。マスターに関しては確かあれだもんね、1ボックスに1枚だからね。でもパック源から引くのはなかなか結構至難だと思いますけども。あ、
SR じゃないこれ。これなんか SR 臭いな。ちょっと待ってね。じゃあ、ちょっと一旦、どうしようか。じゃあ、いいや。ゆっくり見ていきましょうか。ストライク、マダツボミ、ガーディ、コイキング、食べ残し、これはモンスターボール。で、リザード、めちゃくちゃ出てくるな。イワーク、シェルダー、プリン、そろそろかな？あ、違うな。不思議だね。このビジュアルめちゃくちゃ最高。そんでもって、マンキー、モンスターボールのミラー、そんでもって、あ、じゃあこれ、エリーか？それともあれか、マサキか？マサキじゃねえん、絶対。俺のことだから多分マサキだよ、これは。さあ、ということで、いや、ナナミか。な、持ってんだよなもう。ナナミはもう持ってるよ。なんだっけな、いつか当てた気がする。じゃあもうないか、さすがにね。はい、あ、プクリン。プクリンも多分持ってるね。いやー、ナナミか。ちょっともういいよ。かぶりはちょっともういいよ。今のところまださ、エリカさ、どっちも持ってないからね。SR も SAR も持ってないから。いやー、これはないかな。はい。じゃあ、とりあえずミラーを狙って。あー、これはモンジャラか。モンジャラは持ってなかった気がする。まあいいや。まあ AR 系はもう何枚あってもいいんでね。その辺は嬉しいわ。さあ、ミラーだと次は。まだつぼみ。はい。何もなかったね。普通のモンスターボールでございました。そんでもって、カモネギモンスターボールっていう感じですね。よし。さあ、これは残り2パックでございます。でもまだあるな。あと何パック残ってるんだろう。ちょっとそろそろもうちょっとエンジンかけていかないと。うん、ないね。よし。じゃあ、バーっと見ていきましょう。うわー、ニャース。このイラストいいな。めちゃくちゃいいな。さあ、そんでもって、ゼニガメモンスターボールか。いやー、マスターだったらな。よし、オッケー。まだあるぞ。こっち結構量あるな。これだいぶ量あるね。これどうだろうな。マスターと SR の枠が出たらちょっと、暑いけれども、まあさすがにないかな。よいしょっと。さあ見ていきましょう。さあまずはゲンガーでございますな。ポージングがなかなか何とも言いませんけれども、いやでもなかなか来なくなったな。はい、スピアでございます。まあでもそんなもんだよな。普通に考えたらバンバン来るわけないよね。そうか、このパック結構さ、そうだよな、カードの数が多いからね、取り出すのがなかなか大変なんだよな。怪力モンスターボールでございました。いやーマスター来ねえな、なかなか。はい、質ぶて、これも普通でございますね。そんでもって、ビートル、かわいいな。めちゃくちゃかわいいな。ってなるとどうだろう。これはで、あー、失敗したね。よいしょ。これもないかなー。てか、そういえばそうだ、診断の方がさ、もう近々ね、どうだろう、この動画が上がってる頃にはもう発売されてるかわかりませんけれども、診断の方がね、出るんですけど、あー、待って！ファイヤーのマスターだ。来た。3枚目でございますね。診断が出るんですけど、それの開封どうしようかな。まあちょっとやれればやろうかなと思いますけれども、なんだっけ、カシオペアだっけな、あれの SR、 SR じゃない、 SAR か、あれがめちゃくちゃいいんだよね、イラストがね。なのでとりあえず、まあ最近はね、あの診断は全然買いやすいんで、まあ当日とかもね全然買えるかなと思うんですけども、まあどうだろうね、開封動画が撮れればの話なんですけどもね。なかなか最近ね、ちょっと撮るのが億劫というのはあれなんですけども、なかなかちょっとあれなんでね。さあということで、もうないか、さすがに。なんかもう序盤の方で結構運を使っちゃった気がしますけども、うわまた SR だ、来たわ来たわ、うわマジか。じゃあ次はなんだろうね、コローン、あーはい、なるほどね。あ、不思議バナだ。おお、いいじゃん、ちょうど欲しかったわ。はい、ということで SR 来ましたね。そんでもってマスターボールはなさそう、ないですね。はい、っていうことで終了でございます。ということで、じゃあもう早速まとめに入ろうかなと思います。まあ結果としてはそうだね、まあマスターボールのミラーが結構来たのがびっくりですね。でそんでもってまあフリーザも来たのがびっくりですね。マスターボールのミラーに関しては3枚か、3枚と、あとは SR が2枚っていう感じでございますね。ということで、こんなにちょっと開けられてね、すごい良かったなと思いますけども、また、随時再販があるか分かりませんけども、また買えたら、開封動画の方やろうかな、開封動画やろうかなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、また次回動画でお会いしましょう。バイバイ。